いや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 、日差し出ても寒いんですよ。まあ、関東地方に限りなんですけども、日差し出ても今日はね風が強いんですよね。そうするとそれがもう冷たい北寄りの風ってことでね、あの体感的には寒いと思うんですよ。しっかりとした防寒対策した方が良いと思います。もう春になってね、ダウンはって思う方もですね、中に着込んだ方が良いと思います。東京予想最高気温11度ですから、やはりね寒い。でも明日以降は気温が上がるんですよね。やはり春らしくですね、三寒四温を繰り返すんですよね。ならばストレッチで解消することも大切。暖房だっていろんな対策ありますけれども、自分自身で体を温めればいいんですよね。いや今日は寒いよ、風が強いもん。でも暖かいのもうどっちなの。もうどっちなの、どっちなの。はい、これ二の腕に効くんですよね。これバカになんないですよ。手を合わしてどっちどっちって、すごい二の腕のために聞くんですよ。寒いの暑いのどっちなの、寒いの暖かいのどっちなの、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 どっちなの。はい、どうでもよくなってきました。だって温まってきたんだぞ。ストレッチをすることによって毎日快適に過ごしていきましょう。北風強いですよ。その他に西日本天気下り坂ですから、雨が降る時間帯あると思います。もう晴れるの雨なのどっちなのどっちなの。この後も元気に行きましょう。折りたたみ傘忘れずに。